異性に好かれやすい人の特徴5選。なぜかあの人だけ誰からも好かれるという人は周りにいませんか？実は好かれる人には共通した特徴があります。今からその特徴を5つ紹介しますので、好きな人に好かれたいと思う人は最後まで見てください。1つ目、常に笑顔でいる人。これは言うまでもなく、常に楽しそうな雰囲気を出している人は好かれますよね。2つ目、人の悪口を言わない人。人の悪口や陰口を言う人は周りの人の気分も悪くしてしまうので絶対にやめましょう。3つ目、空気が読める人。空気が読める人が好かれるのは、その場の雰囲気を気まずくすることがなく、お互い楽しく会話ができるからです。4つ目、素直な人。素直に喜べる人やありがとうが言える人と一緒にいるのは心地いいですよね。最後の5つ目、これは最も基本的なことではありますが、ほとんどの人ができていません。そのため好かれる人との差がついてしまうのです。どんな人かというと、常に周りを大切にし感謝をする人です。あなたはできていましたか？